えー、先ほどのビデオで、えー、っと、セカンドライフにサインアップしました。今度はその、えー、ビュアーを,をインストールします。で、今度は、ファイアーストーム、ファイアーストーム、それで、ビュアー、ファイアーストームだけだったらいっぱいあるんで、ここまでやると、 フ,ェニックスファイアストーンを見フェニックス・ファイアストーン・プロジェクト・インクっていうのがあります。まあ、これをちゃんと確かめてクリックして、それでえっとダウンロードですね。でダウンロードして、その中のーオープンシミュレーターっていうのをします。ーセカンドライフにするとですね、実はあの、 セカンドライフ以外にオープンシミュレーターっていうのもあって、でこれはもうセカンドライフだけしか使えないで。このオープンシミュレーターにするとセカンドライフも使うし、オープンシミュレーターも使えます。でまあ、ごくたまにセカンドライフの、まあ、ある機能が使えない場合もあるんだけど、普通に使う部分にはこれでいいです。だからこれをクリックして、それでこの中でえ、えっ、ー、と、Windows か Apple か、 これはジナックスですかね。それをクリック。そして Windows だったらこれをクリックして、さらにここからですね、えー、64bit か、えー、32bit か手に流れてます。それもし 4GB 以上のメモリーがついていて、64bit であれば、えー、こちらの方を選びます。 ダウンロードすると、ここで、えっと、ファイルを開くっていうふうになるんで、えっと、ファイルを開くのかな。それで、えっと、許可をする。はい。インストーラーの言語を、まあ、日本語にして、えー、利用許諾をアグリしてください。 インストールするとディレクトリーは初期値のままですねちゃんと空き容量があることを確かめてインストールクリエイト新しいニュースタートメニューに入れるかというのでイエスにしてこれをデフォルトのにしますかというのはこうハイにしてください 完了で、えー、閉じます。スタさらにファイアストーブを開始しますかということで、はいと。起動した分子シミュレーターに、えー、ログインしていますで。その前にですね、まず、 これ全部英語なんで、えー、もし英語だったら、えー、このビュー,ーの下、プリファレンスというところで、ジェネラル。そこに、えっ、ー、と、ラングジーが、えー、イングリッシュになってます。えー、これをですね、えっ、ー、と、日本語する。そうすると、英語の選択はリスタートしたら有効になると、なってるので、これで OK して、一旦、 あちゃんと日本語になりましたね。それで OK して、えー、一旦終了します。それで、えー、と再起動するんだけど、まあ、デスクトップ上に Firestorm OS オープンシミュレーターっていうのがあります。あるいは、えー、スタートメニューの中の Firestorm OS リリース64これを起動してもいいです。やはりあの日本語になってますよね。 それで、えー、ここに、まあ、先ほど作った、アイラブ BTS っていうのはちょっとふざけすぎなので、その前に作ったヤン・ウェンリー。これでログインしてみましょう。パスワード。えー、と。それから、モード選択っていうところ。これはいくつかあるんですけども、この中のビュアーログっていうのが公式ビュアーと一番似てるので、 他のチュートリアも参考にしやすいのでこれを選びます。それからグリッド選択、いろいろジャパンオープングリッドとか選べるんですけども、ここではセカンドライフ。それでこれで起動してみましょう。そうするとですね、まあ最初に強制的にこのウェルカムアイランドというところに到着します。それで、このまずこのふざけた アバターですね。なんかサイケデリックな。これはちょっと許せないので、アバーターの中のアバターを選択という。そこかな。ちょっと広げてみましょう。それで、ニューアバター、新しいのでもいいし、それからファンタジーだと、こういうギリシャ神話か、魔法使いか、それからヴァンパイアですね。 先男女でしか選べなかったのはここで好きなやつここゾンビまでありますよねそれでえっと暮らしっていうのがまあ実は一番負荷が少ないかもしれないんでちょっとこの中でまあとりあえず許せるというやつがあればまあこのお兄さんがいいかなそれでそれに切り替えていますはいそれで閉じますね こういうふうにするんですね。それと、もう一つは、このウェルカムアイランドに来るとは限らない。他にはですね、ファイアストームオリエンテーションというところとか、アドベンチャーアイランドという、その3カ所のどっかに振り分けられるので、まあ皆さんが入った時には、えー、ここじゃないところに到着するかもしれないんですけども、 ここのところに TindalKid さんがノートカードを渡してくる。クリックして、これをクリックすると、こういうノートカードがあるわけですよね。これをクリックすると、窓あ、ったらこ出てきます。これから動くときの参考になるんですけども、ただの商品、ただてもらえるやつ。それとか、いろいろチュートリアルとかですね。 役に立つブックマーク。たくさんくられてきます。まあとで、えっ、ー、と、ノートカードというところを見てもらって、それで、まあ、ここに、その、どういう操作があるかっていうのが、こう、出てくるんですけども、残念ながら、日本語に設定しても、あの、これは英語のままです。まあ、セカンドライフをする限りは、せっかくだから、まあ、英語になれる機会だと思ってください。まあ、世界中の 人たちが英語が苦手な人もいっぱいいるんだけども片言の英語を使ってまあコミュニケーションすると世界中どこでもですね英語さえ話せば、まあ、どこの国でもなんとか多少は通じるとそれってまず進み方っていうのはそう矢印でも動けるし、えっと、WASD、えー ゲームやってる人ならよく知ってるんですけども、それでも動けるっていうこともできるんだけど、今はこれを打つとですね、SDA こうやってあのチャット欄にタイプされますえ。これで移動するんだけども、まあ、こう普通に歩いてますけども、この上向きの矢印、これを2回叩いて押しっぱなしにするとちょっと走るんですよね。で あとはなんかもう押せば走るになって、もうずっと走るモードになっちゃうんだけども、まあ、そうすると移動が速くなります。それからちょっとシフトを押して、左右のキーを押すと、こういうふうに横を見ながら移動できます。壁伝いになんか何があるのかなと見るにはちょうどいいですね。とあと美術館を回るときとか、ショッピングモール回るときとか、 それからもう一つアルトキーを押す、押して左右の矢印を押すとですね、こうやってぐるぐるっと一周できますね。まあ、自分のアバターを見るときに便利です。と、それから次は、えー、ズームカメラ、ホイールマウスを動かすとあ、近づいたりするんですけど、そうじゃなくてアルトキーを押しながらマウスを当てると、 こういういふうに、えー、いろんな方向から見ることができます。それから実はアウトキーとコントロールキー2つ押してやると上から見たり下から見たりっていうふうに角度が変えれるんですよね。 だから、まあ、これも、アウトキーとそれで、えー、ズームしようと思うと、コントロールキーを外して浮かせば、ズームできるしまず、アウトキーとコントロールキーを押した状態で角度を変えて、今度はコントロールキーを離す。アウトだけにすると、えー、ズームアウトができるんですね、こんな場所に。 それでね、あともう一つはさらにコントロールアルトで、えー、シフトキーも押すそれで、えー、マウスを押してスラックすると、ま、真横に移動するっていうのなんですよねでだからなんかあっとこう来て真横に真横を見たいというふうにすればこういうふうにだからあショッピングモール なんか起こすのに、えーそうですね、シフトキーを押しながらやる。それで、じゃあ次、ネクストチャットしてみろってことね。下のですね、周辺チャットですね。これを入力。サンダヘロ e l l o ってあ、h e って話すんですね。ここにですね、まあ、いろいろ現れるんですよね。 いろいろメッセージが来ますしこちらからも減ろうって話します、えー、このチャットを記録するためにはまずアバターの中の環境設定、えー、コントロール P でもいいんですけど環境設定を押してその中でプライバシーですねその中に会話の記録とテキストっていうのがあるんですねでそこに会話の記録 保保存存という,うになってまますすよね周辺チャットトの会話テキストを保存しますでそれがどこに保存されたかっていうのを見るためには、えー、またまた環境設定その中でセットアップっていうのを見てそこのディレクトリーっていうところにしたらえー、っとチャットログの場所っていうのがあります これを、まず、これすべて選択にしてからコピーする。それで、ここに、えー、入れる。そうすると、えー、こんな風にヤン、ヤンウェンリーっていうフォルダが生まれます。それで、これちょっと、 このヤングウェンリーというやつを、えー、ここにショートカットですね。ポトンと落とす。そうすると、今後、このヤングウェンリーというのをクリックすると、その中にチャットテキストってありますよねで。これクリックすると、今までの中で喋ったことが記録されています。 でそれ以外にもリンダル・キッドさんがノートカードを送ってくれた、えー、その人の会話はそれぞれこういうふうに相手ごとに保存されるようになってます。ということでこうマウスを持ってくるとこういうふうに椅子のマークいいなるという時にはそのまま、えー、左クリックするとこう,こうやて座れるんですね。 スワールポーズを変更するときに、えー、女性と男性というふうに、椅子をクリックすると、こういうふうにメニューが出てきますので,で、男性で、えーえー、っと、タバコ吸ってるシーンだとか、タバコ吸ってるかなあ、タバコを送ってくれるのか。で、えー、っと、受け取るっていうふうにすると、それで、えー、っ ここにスーツケースがありますよねススーーツケースを開いて、最近っていうところに見て、えっと、オブジェクトかな。そうすると、NEXT シガレットってあるんで、これをダブルク,クリックすると。そうすると、タバコがですね、えー、ちゃんと煙が出てますよね。 そういうポーズになる。それで、えー、れダブルクリック、もう一回したらもうなくなる。ということで、それで立ち上がるためには、ここの立ち上がるっていうのをクリックします。まあ、その他にも、なんか、えー、っと、いろいろあると、これをクリックすると、 えっと、なんか、こうしていいですかっていうのを、よろしいというふうにすると、こういう、飲み物をこう、装着します。で、これを離そうとするとですね、ここで取り外すっていうのをやると、 取り外せるんだけども、ポーズは動けば治るんだね。それとかですね、えーこ、こっちの,あのお土産があるんで、えー、これをクリックして、これを購入えっ、ー、と、0円になってますね。リンデンドル、0リンデンドルを購入します。 そうすると、バーニープラッシュ、最新のところを見て、これをダブルクリックすると、えっと、人形を抱えた状態になって、なります。まあ、こんな風にして、なんか、あの、持ち物を選べるんですよね。あるいは、これをクリックして、まあ、受け取ると。 にすると今度はニューカマーギフトの中にアンブレラでこれをダブルクリックすると、まあ傘,はでまあ、傘を傘を差しながら歩くまったり、えー、同じように女性だったハンドバッグを持ったり、まあ、そんなことができますでえー、っとまた、えー、右右クリック こうしたらメニューがあるんで取り外すというのを取り外す。それで、えっと、この人形もですね、取り外してもいいし、あるいはこのブロック体になっているやつをですね、これをダブルクリックすると取り外せる。え、一通り操作を覚えたら、いよいよですね、どっかに行こうかということで、ここにですね、このえっと、 ランドマークって言うんですかねこれを押すといろんなカテゴリーがあります。それで、えっ、ー、と、ニューカマーフレンドリーっていうとこに行くとですね、例えば、ジャパン広場ってなった、これ日本語でサポートできるところです、これクリックしてそこに移動してもいいですよね。元に戻どんどとして、アバックトゥーザーカテゴリー。それで、 まあ、あの、話題の場所とかですね、アート、それから、えっと、自然とかですね、このところを選べるんですけども、えー、それで、えー、いよいよですね、我々の、えっと、サイピアに行くときにですね、で、これ地図があります、ね。えー、これをクリックして、ここに、えー、地を、 次を、F は2つですね。それで、えー、クリックすると、えっ、ー、と、このマップを拡大して、赤い丸のところのちょっと下の方ですね。クリックします。ちょっと夜なんで、え 世界それから自然環境でしょうしましょうそうするとあここにあのサイピアの建物がありますよね、えー、そこに行くえっ、ー、と例えば、えー、とホームボタンを押すと飛び上がるんですーっと それで、まあ、音楽が流れているのを許可、ここは常に許可というふうにして、それでホームボタンを押せば着陸します。これがまあ私たちのバーチャルサイピアですね。まあ、そこに到着したら、犬や猫が歓迎してくれます。